パルマデマヨルカは、スペインバレアレス諸島州のムニシピオ。地中海西部のバレアレス諸島マヨルカ島南西部に位置する。バレアレス諸島州の州都である。日本語では、パルマデマヨルカ、パルマデマジョルカなどとも表記される。2018年の人口は409,661人であり、スペインで8番目に人口の多い自治体である。パルマデマヨルカ都市圏は、 パルマを中心とする旧自治体で構成されており、マヨルカ島の人口の50%以上がパルマでマヨルカ都市圏に住んでいる。南側に開けたパルマ都市圏温暖な地中海性気候であり、冬季の気温は摂氏4度から摂氏15度、夏季の気温は摂氏18度から摂氏31度となる。年間降水量は421ミ、mm、リメートルであり、年間の降水日は51日である。 6月から8月は最も乾燥する時期であり、9月から12月は最も降水量が多い。月別降水量が最も多い10月でも70ミリメートル以下である。地中海西部のバレアレス諸島のマヨルカ島の南西岸に位置する。イベリア半島の東岸から約250キロメートル東にあり、バレンシアから直線距離で、 約 260km、バルセロナから約 210km の距離にある。マヨルカ島の沖合にあるすべての小島は、行政的にパルマに属している。東南岸にある無人島のカブレラ島は、カブレラ群島マリエコールテレストリアル国立公園に指定されており、西岸にある無人島のドラゴネーラ島も保護地域となっている。ベルベル城から見たパルマ市街地マヨルカ島の首都である。 パルマは、戦死時代の集落の一石の上に、パルマリアと呼ばれるローマ人の野営地として建設された。西地中海における交易、軍事の要衝として重要な役割を果たし、いわゆるローマの平和の時期に反映した。4世紀末にローマ帝国が分裂した後は、一時的に西地中海の覇権を抑えたバンダル王国によって支配されるが、 6世紀になると、東ローマ帝国のユスティニアヌス帝がこの地を征服した。その後、8世紀よりイスラーム勢力の支配下に入った。レコンキスタ後の14世紀に建設されたベルベル城レコンキスタの機運が高まる中、イベリア半島南東部でアラゴン連合王国が台頭すると、アラゴン連合王国は地中海進出の第一歩としてバレアレス諸島の制圧を図った。 1229年、アラゴン王ハイメ一世はパルマデ・マヨルカを征服してマヨルカ王国を建てた。このことによってマヨルカ島は再びキリスト教勢力の支配下に戻った。13世紀末にシチリア島で暴動が起こった際、アラゴン王国がシチリア島を獲得できたのはシチリア島への中継地点であるこの島を支配していたことが前提にあった。 バルセロナやバレンシア、マグリブ地方、イタリアなどの各地に近いパルマデマヨルカは交易の拠点として繁栄し、様々な航海、造船技術が開発された。15世紀後半、アラゴン元号王国とカスティーラ王国の合同により、スペイン王国が成立し、パルマデマヨルカはスペイン統治下でも重要な役割を担った。しかし、16世紀より地中海で、 オスマン帝国が台頭し、北アフリカにおけるベルベル人の圧力も強まった。また、大航海時代に伴って貿易の中心が地中海から大西洋に移行したこともあり、徐々にパルマはかつての活力を失っていった。19世紀初頭のナポレオン戦争に際しては、ナポレオンのイベリア半島を征服に抵抗する人々が多くパルマに逃れることになった。 第二次世界大戦後には、フランコ政権のもとで、観光産業の振興が図られ、観光都市化が進んだ。これに伴い、町の人口も、急激に増加しており、1900年には、約6万4千人であった人口が、1960年には16万人、1971年に30万人、そして2011年の40万人と増加した。これらの内訳2割は、 外国人であり、ドイツ、ブルガリア、イタリア、モロッコ、アルゼンチン、ボリビア、コロンビアなどから移り住む人々がいる。1983年にスペインの自治州としてバレアレス諸島州が成立するとパルマが州都となった。パルマではカタルーニャ語のバレアレス諸島方言が話される。パルマはバレアレス諸島州の州都であり、バレアレス諸島州議会やマヨルカ投票議会が 設置されている。パルマ市議会の任期は4年であり、18歳以上の住民の普通選挙によって市議会議員が選出される。古代より公益や軍事の拠点として重要な位置を占めていた。第二次世界大戦後よりフランコ政権のもとで観光産業の振興が図られた。年間で300日程度が晴天日という気候にも助けられ、 多くの観光客も集める観光都市として成長し、マヨルカ島観光の拠点となっている。現在では、基幹産業である観光とそれに伴った建設業が経済の日本柱となっている。航空便によるパルマへの訪問者数は年間約2200万人である。しかし、観光産業への特化が進みすぎたため、資材生が第三次産業に依存しており、第一次産業、 第二次産業の衰退が深刻化している。バレアレス諸島大学1483年には、アラゴン王フェルナンド2世によって、リュリア総合学院が設立され、1835年まで、この地域唯一の高等教育機関の地位にあった。それ以後のバレアレス諸島に高等教育機関はなく、高等教育を志す学生は、スペイン本土のサルベラにあるサルベラ大学に通い、 サルベラ大学が閉鎖されるとバルセロナにあるバルセロナ大学に通った。民主化後の1978年には公立大学としてパルマ大学が設立され1985年にバレアレス諸島大学に改称した。2007年にはパルマの中心市街地とバレアレス諸島大学を結ぶパルマメトロの1号線が開業した。バレアレス諸島大学はバレアレス諸島州にある 唯一の大学である。パルマデマヨルカ空港マヨルカ島の鉄道もパルマ、市街地中心部から東5キロメートルに、軍民共用のパルマデマヨルカ空港がある。マドリード・バラハス空港、バルセロナ・エル・プラット空港に次いで、旅客数ではスペイン第3位の空港である。マドリードやバルセロナなど、スペイン本土の都市、イビサ島やメノルカ島など、バレアレス諸島の他島、 イギリスやドイツなどヨーロッパ各地に対して旅客機の定期便が運航されている。地中海に面したパルマ湾にはパルマ港がある。スペイン本土のバルセロナやバレンシアからは飛行機以外に船舶でパルマを訪れることも可能であり、バルセロナからは高速船で4時間弱である。また、イビサ島のエイビッサ、メノルカ島のマオーマオンに対しても船舶の定期便が運航されている。 パルマは多くのクルーズ船の寄港地となっている。マヨルカ島は当初としては鉄道網が発達しており、都市間鉄道のマヨルカ鉄道がマヨルカ島中央部のインカやマヨルカ島東部のマナコールとパルマを結んでいる。パルマ地下鉄は2路線があり、郊外のバレアレス諸島大学やマラチとパルマを結んでいる。パルマ地下鉄はスペインの島し部唯一の地下鉄である。 観光鉄道のソーリエル鉄道は、トラムンターナ山脈を越えて、ソーリエルとパルマを結んでいる。パルマ大聖堂バレアレス諸島州は、州独自の公用語として、カタルーニャ語を定めているため、公用語はスペイン語とカタルーニャ語の二言語である。パルマでは観光業が盛んであるため、英語やドイツ語を話せる住民も多い。イベロスターエスタで最も人気のあるスポーツは、サッカーであり、 サッカークラブとしては、RCD マヨルカや CD アトレティコバレアレスが、パルマに本拠地を置いている。RCD マヨルカは23,142人を収容する、イベロスター・エスタディオ・ホームスタジアムとしている。RCD マヨルカは2002 03シーズンにコパデル・レイで優勝し、1998年にスーペル・コッパデ・エスパーニャで優勝している。 2019から20シーズンの RCD マヨルカはプリメーラディビションに属している。バスケットボールも人気があり、バスケットボールクラブとしては CB バイヤーサンアグスティンがパルマに本拠地を置いている。CB バイヤーサンアグスティンは5076人収容のパラウムニシパルダスポルツソンも一種をホームアリーナとしている。2019から20シーズンの CB バイーサンアグスティンは、レブオロに所属している。フットサルクラブとしては、AE パルマフットサルがパルマに本拠地を置いており、やはりパラウムニシパルダスポルツソンも一種をホームアリーナとしている。2019から20シーズンの AE パルマフットサルは、プリメーラディビションに属している。パルマでは自転車競技も盛んであり、毎年2月には、 国際大会のチャレンジブエルターマリオルカが開催される。多目的アリーナとしてはパルマアレナがあり、2007年には世界選手権自転車競技大会トラックレースの会場となった。パルマは地中海に面しているため、マリンスポーツも盛んである。ありがとうございます。